はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でデスクトップ画面右下の通知領域に表示されている時刻を秒数まで表示させる設定方法についてご紹介していきます。画面右下の通知領域の項目の時刻表示において秒数まで表示させるにはレジストリエディターを設定変更していく必要があります。なのでスタートボタンの右側にある検索ボックスでレジエディットと半角エジで入力します。これで検索結果にレジストリエディターが出てくるのでこちらをクリックして起動していきます。この時ユーザーアカウント制御が出てきた場合ははいの方をクリックします。レジストリエディターを開いたらここから画面左側にあるフォルダをどんどん展開していくことになるんですが、かなり深いところまで展開しないといけませんので間違える可能性があります。なので動画概要欄の方に貼ってある H キーカレントユーザーから始まる項目、そのままですね1行丸々コピーしてください。でこちらをですね丸々コピーしたらレジストリエディターに戻っていただいてファイルという項目の一つ下の枠ですね、こちらの枠を左クリック押しっぱなしで全ての文字の部分を範囲指定していきます。でこのようになったらバックスペースを押して消します。消すとこの行ですね全て空白になりまして、この状態になったら先ほどこのコピーした H キーから始まるものをですねこちらのところに貼り付けていきますので、選択した状態でコントロール V で貼り付けを行います。この文字列を貼り付けたら最後にエンターキーを押します。これで Advanced というファイルのところまで一気にアクセスすることができます。ここまでできたら画面左側にこの Advanced というフォルダが選択されている状態になっているかと思います。こちらを念のため一度クリックしていただいて、このように背景が水色になった状態にします。これが選択状態となりまして、この状態になったら画面右側にずらっと項目が表示されているんですが、この項目に新しい項目を追加していきます。追加するには余白の部分、白くなっている部分どこでもいいので右クリックを押します。そして新規という項目が出てくるのでこちらにカーソルを合わせます。そしてさらに表示された項目の中にある D ワード32ビットの項目をクリックします。これで一番下に新しい値シャープ1というものが出来上がります。次にこの新しい値シャープ1の名前を変更していきます。ただしこの名前間違えてしまうと正しく機能しませんので、変更する名前に関しても動画概要欄の方から名前をコピーしてこちらに貼り付けを行っていきます。なので動画概要欄からまずはこの小セコンズインシステムクロックという文字を全て選択してコントロール C でコピーしておきます。そしてコピーをしたらもう一度このレジストリエディターの項目戻っていただいて、新しい値シャープ1の項目を選択します。そして右クリックを押すとメニューが表示されまして、この中に名前の変更がありますのでこちらをクリックします。これで名前を変更することができますので、この新しい値シャープ1をまずは全て消していきます。そして空白になったらコントロール V で先ほどコピーしたこの小セコンズインシステムクロックを貼り付けます。貼り付けた後はエンターキーを押します。これで名前を変更することができます。名前を変更した後は続いてこの項目の値を変更していきます。なので小セコンズインシステムクロックをダブルクリックします。これで D ワード値の編集画面が出まして、そしてこの画面の左下にある値のデータが今現在0となっているんですが、こちらを0から1に変更します。でこの時半角数字で1を入力してください。書き換えたら右下の OK ボタンを押します。書き換えた後もう一度ダブルクリックして正しく変更されているかどうか念のため確認しておきましょう。でこのように1になっていることを確認したら×ボタンで閉じます。これで設定変更完了となるんですが、まだこの状態では変更した内容が反映されません。なので設定変更したものを反映させるためにエクスプローラーを再起動していきます。エクスプローラーを再起動するにはタスクバー何もないところで右クリックをします。そしてタスクマネージャーを開いていきます。タスクマネージャーを開いた時にこのように簡易表示している場合はまずは詳細表示に切り替えていくので、左下にある詳細の文字をクリックします。
そして詳細表示に切り替えたら、プロセスタブの項目を選択した状態で画面下の方にスクロールしていきます。たくさんの項目があるんですが、この中にある Windows プロセスのさらに下の方にエクスプローラーというフォルダのアイコンの項目がありますので、こちらをクリックして選択します。選択すると背景が水色になりますので、この状態になったら画面右下にある再開ボタンをクリックします。これで今設定を行ったこのレジストリーの値が反映されまして、そしてそれと同時に右下のタスクバーの通知領域に表示される時刻が秒数まで表示されるようになります。これで設定変更完了となります。秒数を表示した状態から元の秒数を非表示の状態に戻したい場合は、同じようにまずはレジストリーエディターを開いていきます。なのでスタートの右側の検索ボックスでレジエディットと入力してレジストリーエディターを起動します。そして起動した後はその値を変更した項目のところまで展開する必要がありますので、この画面のファイルの下にあるこのパスの表示ですね、こちらをですね全て選択して、まずはバックスペースで消します。そして概要欄に貼ってあるこの H キーカレントから始まる項目1行そのまま全てコピーしていただいて、そしてこのレジストリーエディターの空白になったところで選択した状態でコントロール V で貼り付けます。貼り付けた後はエンターキーを押します。これで一気に特定の場所まで展開することができまして、このアドバンスドが選択された状態で画面右側を見ていきます。先ほど作成した小セコンズインシステムクロックという項目あるの でこちらをダブルクリックして値を変更していくんですが、この時ですね小セコンズインシステムクロック以外のものを変更してしまわないように気をつけてください。この小セコンズインシステムクロックをダブルクリックして D ワード値の編集画面を出します。そしてこの項目の左下にある値のデータを1になっている状態が秒数表示の有効の状態となります。1から0に書き換えます。そして右下の OK ボタンを押します。0に変更した後はこの設定を反映させるためにエクスプローラーを再起動していきます。なのでタスクバー何もないところで右クリックを押してタスクマネージャーを開きます。続いてプロセスの項目を選択した状態で画面下の方にスクロールしていき、エクスプローラーの項目をクリックして選択した状態で右下の再開ボタンを押します。これでタスクバーが再表示されて、これと同時に設定が反映されるので元のこの秒数がなしの状態に戻すことができます。